皆さんこんにちは。今日はこの毎回スーパーグレートなんですけれども、今日はこちらの空調仕様のスーパーグレートというものをね、皆さんにご紹介します。でこれ何が珍しいかと、いうところなんですけど、この車ね、実は完成車なんですよ。よくうちでエクシオウィングの完成車って言ってね、購入させていただいて、それをスノプロのベースなんかでね使わせていただくんですけれども、この車も完成車っていうのでね、少し変わったこういう冷蔵車、冷蔵車ですね。冷凍能力あるんですけど、基本的には冷蔵車という感じの考え方でよろしいかと思います。その冷蔵車のこの完成車、こちらをねちょっとご紹介していきたいなと思います。でベースはですね、こちらスーパーグレートプレミアムラインフルキャブロールーフローキャブなので394馬力のモデルです。で FS75 になりますので、ソーリンエアサスの設定ということになっております。見た目はねよくあるスーパーグレートですよ。本来だったらこうハイルーフにしたいところなんですけど、上にこうエバポレーターがあるんでハイルーフにできないんですよね。なんで生かし方なくロールーフにしてるよという感じでございます。でこちらは最新現行モデルになりますんで、見分けポイントとしてこのフォグランプが LED になってますよという感じです。でこの車の場合はポジションなんかもね、確か消えたりするんですよ。普通にエンジン止めたらポジション消えるし、少し前のモデルよりもいろんな面がね改善されております。最新モデルということですね。そんなスーパーグレートになります。でもう一つ見分けポイントとしては、このライトウォッシャーがついてないんですよね。なんであそこにこういう出っ張りがねこうないっていう、そこが見分けポイントになるんですけれども、こういったねスーパーグレート1台納入されました。今回注文で5台入れてるんですけども、5倍すべて入れた瞬間に売れましてですね、もう売却済みではあるんですけど、ちょっとねこちらどんな風な仕様なのかというのをね見ていきたいと思います。例えばのねこの上についてるタイプなんて直結式の冷凍機ですね。なんでサブエンジンとかついてないので、そこは直結だけでね行くような感じになります。でベースはパブコのエクシオウィングです。パブコと三菱がこう共作でね出してる完成車みたいな感じですね。外見はこういったフラットパネルにしてまして、煽りも普通の感じではあるんですけど、このウィングキャッチを2箇所こう同設しております。なんでよりこう冷気が抜けづらくなってると、そういうことでございます。足回りはソーリンエアサスですね。でタイヤも本来だったら冷凍車とかだと軸重の関係か何かで265を履くことが多いんですけど、こちらはね245のままですね。245 70 19.5 です。でタンクは600タンクですね。うちのね作りの箱だとここねこう切りかけ入ってるんですけど、これ完成車なんでこういう配慮がねちょっとないです。なんで燃料がねとてもこうスタンドの給油のノズルの形状によっては入れづらかったり溢れてきたりねするんでね、そこちょっと改善してもらいたいんですけど、でこれ例えばねこれ今300タンク取ってるんですけど、これを200タンクにするともうちょっとねこうタンクが低くなるんで、このね給油口もこう低くなってくれるんで入れやすいんですけど、やっぱりねこの300タンクはね入れづらいですよ。でこれがアルミのタンクになるともうちょっとねこう斜めになるんですよね。なんでお金にね余裕ある方はこうアルミタンクにするといいと思うんですけど、これスチールの300タンクなんてねなかなか厳しいよということでございます。後ろから見るとこんな感じですね。パブコエクシオでございますよ。標準車なんでね、本来だとこれセノプロをね仮装させてもらってもよろしいかと思うんですけど、もう今こういう時代なんでね、この手の車っていうのはすぐ売れていきます。後ろは普通のエクシオですね。はっきりと後ろでは見分けられません。普通のエクシオの仕様になってます。それではちょっと箱の中見ていきましょう。扉もねこれ普通のエクシオの観音扉ですね。で中こんな感じです。あんまり見てわかんないんですけどね、こんな感じで天井はちょっとこうね断熱効果のある素材に変更しております。空調機は三菱製ですね。両重製の直結式冷凍機、こちらマイナス18度まで一応ね下げられる設定はあります。この吹き出し面ぐらいはね冷気強いので冷えると思うんですけど、ただ床がねキーストンとかじゃないので普通にねこうバンブーなんで、こう冷気がこうね循環していかないんですよね。あんまりねその冷凍物とかを置いて冷やして走るっていうのは難しいです。例えばお菓子とかチョコレート、グミとかゼリーとかね、そういったもので需要があったりします。
あとは、まあ、送電挨拶なんで、まあ、空調車ほどの装備はいらないけど、ある程度精密機械とか精密部品とかそういったものも運べる、まあ、汎用性はある車になりますね。まあ、ラッシングレールは2段で、足元がね、これエアラインレールになってるんですよね。まあ、エアラインレールにすることによってね、やっぱりこう熱が逃げにくい。複式の床ラッシングだと穴開いてるんで、ね、そこから冷気逃げてくるので、ここはエアラインレールにして冷気を防いでいると、そういうことでございます。ちみちゃん、右はこんな感じ、どうでしょう。まあ、あまり変わんないね。普通のエクシオウィングの車でございます。で、この新型三宅ポイントその2はこのマフラーカバーです。これがね、あの現行より1個前のやつは同じこの素材でこっちまで来てたんですけど、これがね、なんかちょっとで、こうよくわかんない穴ぼこ開いてます。これなんかね、ドイツのアクトロスだとなんかねくっついてるんですよ。これね、国産のスーパーグレードはこんなになってますね。それがちょっとよくわかんないところですけど。で、あとまあ冷凍機ですね、両銃製ということでございます。じゃあちょっとね、中見ていきましょうか。でここにこう冷凍機の、ね、スイッチがあります。これも両銃の昔から変わらないですよね。昔からこの冷凍機、まあ、こんな感じになってます。まあマイナス、もっといくね、設定温度はマイナス30度までいきますよ。まあ、なんで一応パワー的にはいくということです。あとやっぱり普通の冷凍車と違って、やっぱり断熱材も少ないですし、どうしても完成車のエクシオウィングベースなので、まあ、その辺がね、断熱材入れるにしても限られるじゃないですか。まあ、それとあとフィッティングですよね。やっぱりウィングなんでね、どうしても冷気が漏れるっていう懸念もありますし、やっぱり下板がその先ほども話しましたけど、キーストンではないのでバンブーなんでね、どちらかというと下からこう、ね、空気が回らないんですよね。まあそんなのもあって、うん、やっぱりキンキンに冷やすっていうのは難しいです。まあまあこういう感じの内装で、プレミアムラインなんで内装は高級です。ただちょっとロールーフなんでね、そこが狭く感じるかな、普通よりは。ただ室内灯のデザインはね、このロールーフの方がかっこいいって僕はするんですよ。こういう室内灯なんで、このねデザインがいいじゃないですか。ハイルーフだったら昔から同じデザインですからね、あの室内灯がね。まあロールーフの方がこれはかっこいい。ここは本当変わんないですよね。昔からこれ、大昔からです。これもう20年ぐらい前からこれですからね。ちょっとね、そういったところは見直してほしいなと思うんですけど、まあね、そんな感じでございます。それでは、ね、今一周見てきました。で、なんでね、こういう車作るのかというところなんですよ。やっぱりね、完成車ベースのこういう冷凍機だけついたもの、直結式のっていうのは、まあ普通に例えばですけど、保冷ウィングでサブエンジン式にしてってなると、もう金額がものすごい金額いくんですよ。で、あとはまあものすごい時間もかかるんですけど、まあこの車の場合って、まあ冷房能力はまあそういった車には劣るんですけども、それなりにね、冷蔵して運ぶことができてんで、ウィングでまあ納期も比較的早くて、で値段も安いと、まあ、いうことでね、非常にねオーダーいただくことが多いです。もう普通にうちで売ってる、まあ、完成車プラス200万ぐらいですかね、多分。でこちら行けるんでね。でまあ運送屋さんとしては、それでね、例えば冷蔵の運賃もらえれば、まあ車両の投資効率としてはね、非常にいいのかなと思うわけですよ。まあそういった車ね、ぜひ、まあ今ぜひって言っても、これもう本当1年ぐらい前にね予約したのがやっとこの前入ってきたんで、まあちょっとね、今からオーダーいただくと多分1年ぐらいかかってしまうんですけど、まあね、こういったお車もありますので、興味のある方は富士トランスポート車両販売部までお問い合わせいただければなと思います。それではね、また動画企画して撮影しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。